お肉を炭火で焼いていますよ。美味しそうですね。私も一ついただきたいと思います。熱々でジューシー、とっても美味しいです。今回は県が今年初めて開催した福井味の祭典と福井味の週間の様子をご紹介いたします。11月は越前ガニ、そばなど旬の食べ物が豊富です。そこで県では11月の第2日曜日から第3日曜日までを福井味の週間と定め、県民の皆さんが学び、味わい、楽しめる食の催しを県内各地で繰り広げました。特に17日と18日の2日間は味の週間のフィナーレを飾る福井味の祭典を県産業会館で盛大に開催。100を超えるブースで福井の食をアピールしました。会場では県内のそば愛好グループが自慢の腕で打ったそばを振る舞う福井新そば祭りを開催。訪れた人たちは採れたてのそば粉で打った美味しいそばを満喫していました。またそば打ち愛好家の日本一を決定する第17回全日本素人そば打ち名人大会では、全国の予選を勝ち抜いた52人がこねたり切ったりといった腕前を競いました。もう一つの全国大会として、日本中の高校生に食への関心を高めてもらう全国高校生食育王選手権大会を開催しました。6回目を迎える大会には全国160チームから予選を勝ち抜いた8チームが参加。県内からは奥越明星高校と若狭東高校の2校が出場し、食の知識と技を競いました。競技の結果、奥越明星高校が見事初優勝しました。こちらでは産地直送新鮮市が開かれています。県内各地の農産物直売所が新鮮な野菜を出張販売したほか、女性グループや農家の方が味に工夫を凝らした弁当やお惣菜、地元で大切に育てている伝統野菜を販売しました。このほか会場では地魚大天と市や旬の食材を買ったその場で味わえる炭火焼きコーナー、学校給食レストランや巨大水羊羹作りなど楽しい催しが盛りだくさん。多くの方が福井の美味しい食を満喫していました。香りもいいし、美味しいですよ。毎年来てます。今ずっと味比べしてるんですけど、大変美味しいです。ほんで5回目です。今魚買ってきました。はい、美味しい魚。美味しい。福井の食を味わうだけじゃなくて、学び、楽しむことでさらにその魅力を実感できました。こうした催しを通じて福井の食を全国にアピールしていきたいですね。